敷島家のお隣さん太田澄子、安藤さくらさんです。こんにちは、お隣さんのおばちゃんです。今日ここに立った時にすごい皆さんの拍手とすごい熱気とちょっとブラボーっていう声が聞こえてきて、でその前には神木くんや南ちゃんとこうおしゃべりしてて、なんかこのここに今日立ち会えてすごくなんか光栄だなと、お隣のおばちゃん感覚でなんかとても感動いたしました。本日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。どうも青木宗隆です。本日11月3日、ゴジラの日、そしてうちの愛犬のおこげちゃんの誕生日に、お越しくださって本当にありがとうございます。皆さんの本当に達成したというんですかね、すごい楽しんでいただけた表情を見てとても嬉しく思います。ありがとうございます。短い時間ですけどどうぞよろしくお願いします。別に内緒話じゃないですよね。いやもう言いたいことまず、でもあきこはね、はい、私もあきこはが一番一緒にお芝居したかな、うん、だから撮影の次の日は筋肉痛になってました。ずっとこう抱っこして、いや2歳の子って重たいのに、うん、安藤さんやっぱりずっと抱っこして、うん、お膝の上に座ってる時もおかえてこう距離を詰められてた印象が、そうですね、めっちゃ筋肉痛になりました。でもあの子名演でしたよ。名演でしたよね。名演でしたよ。みんなの協力で名演に見えるようになってるんですよ。ただ黒之助さんに抱っこされてる時は結構静かなんです。そうなんです。イケメン好きなんですよ。もう自慢は僕もあんま人には話さなかったですけど、できるなら5歳の頃にゴジラのおもちゃで遊んでた自分に自慢してやりたいですね。いい話ね。一時ちょっとメカゴジラに浮気してた時期があったんですけども、やっぱりゴジラ愛をちゃんと最後まで貫いてよかったなと思ってます、はい、安藤さんはご家族俳優一家ですから、そういう意味ではわっと来たんじゃありません。ちなみに今日11月3日江本明の誕生日。明さんも明さんとおこげとおこげと文化の日に生まれたんだ。おこげちゃんと同じ日に生まれた。呼び捨てしちゃった。けど夫の実家とあと我が家にも歴代のゴジラのフィギュアがあるんですよ。だからみんな大ファンなんですよ、ゴジラの。だからもう今日からですね、彼らがみんな映画館に行ってきっと出てたねって言って、これから私の家族内の自慢が始まると思います。じゃあ言ってないってこと。そうですね。あらそんな直接はこうゴジラ出るんだぜとは言ってないですよ。ただあんだけいる中でこのゴジラは私しか出てないんで。確かにね。そうですか。へえ。お願いします。ありがとうございました。ゴジラ